よし。はい、こんにちは。お久しぶりでございます。はい、体調崩しておりまして、なかなか車見に行けなかったんですけども、まあ、だんだん体調が良くなってきてですね、今話題の新型ハリアーですね。はい、見積もり行ってまいりました。でも今回こっちで流すのは、まあ、デモ版というか、まあ、リハビリ版ということで、配信させてもらえればなと思います。うん、2020年6月デビューって書いてありますけど、まだはっきりとは分かってないみたいですよ。現車が見られるのが7月になるんじゃないかと、そのようにおっしゃってました。で、まあ見ての通りのこのかっこいいデザインなんですけど、これリーフレットって言って簡易版のカタログで、まだ正式カタログはお店にありません。グレードの内容や価格なんか少し聞いてきたので、ちょっとリアルタイムでまとめていこうかなと思います。あ、今回ちょっと長丁場に なるかもしれない。この新型ハリア、大きくグレード3つあるみたいなんですよね。一番下のグレードが S グレードで、その次真ん中のグレードが G グレードと、そして一番上のグレードが Z グレードになってるそうです。で、それぞれの価格が、下の S グレードが299万円、 G グレードが339万円、そして Z グレード一番上のグレードが393万円らしいです。で、まあ一番下から G の価格差プラス40万円ほどと、で真ん中の G から一番上の Z グレードまでの価格差がプラス54万円くらいになってるみたいですね。で、まあ一番安い299万円の S グレードから一番上の393万円の Z グレードまで、標準装備、どの車にもついてる標準装備、トヨタですから皆さんご存知、トヨタセーフティセンス、安全機能ですよね。中身が自動ブレーキサポートですか、歩行者とか自転車とかぶつからないようにサポートしてくれると。それからレーントレーシングサポート、レーンを読み取ってステアリングを自動で動かしてくれる機能ですね。で、それからクルーズコントロールです。ロードサインアシスト、標識認識の機能ですね。まあ多分おそらくこの4つがトヨタセーフティセンスになるんじゃないかなと思います。で、その他にも安全機能としてインテリジェントクリアランス、ソナー、聞いたことあると思うんですけど、よくコンビニにお年寄りの方が突っ込んじゃったなんてお話聞いたことあると思うんですけど、そうです、踏み間違い防止ですね。踏み間違い防止の機能です。で、その他にも先行車発進告知機能もあるんだな。これがもう標準装備になるとは思われますと。一番安い S グレードを買ってもこれらの装備はちゃんとついてきますよと。で、価格差が S から G で40万円で、 G から Z で54万円、一番下の S から Z で見たらもう100万円ぐらいの差があるわけですけど、じゃあこのグレード差っていうのがどんなものが出てくるのかと、今回の目玉なんですけど、真ん中の G グレード以上だとなんとデジタルインナーミラー、これ標準装備になるみたいなんですよ。先進機能ですよ。バックミラー、これ液晶画面になってて、カメラで後ろの情報を映すことができるんですよ。これが真ん中のグレードからは標準装備になってるんですね。で、しかもこのデジタルインナーミラー何がすごいかって言ったら、 SD カードに録画できるドライブレコーダーがついてると、前後ついてる、これすごいですよね。旧型のハリアーだったらドライブレコーダーで追加で買わなきゃいけないものだったのが、新型のハリアーは G グレードからこのデジタルインナーミラー、しかも前後の録画機能付きのドラレコがついてるんですよ。すごいですよね。それだけじゃないです。さらには G グレード以上は先進ヘッドライト、プロジェクター式か、LED ヘッドランプという先進ヘッドランプがつくみたいなんですよ。旧型のハリアーでもアダプティブヘッドライトっていうのがついてたんですよね。歩行者とか対向車には暗くするような先進ヘッドライト、それがさらにパワーアップしたプロジェクター式 LED ヘッドランプっていうこの先進ライト、こいつがなんと真ん中の G グレードから標準装備になりますよと。で、まだそれだけじゃなくて、今度は G から Z ですね。 Z グレードになるとこの機能に加えて、さらにブラインドスポットモニタープラスリアクロストラフィックアラート。ブラインドスポットモニターは視覚部分から後ろから車来てないか検知してくれる機能で、リアクロストラフィックアラートは後ろから出庫する時なんかに車横切らないか見てくれる機能なんですけど、一番上の Z グレードはそれらも標準装備になると。それからあとホイールですね。なんといってもホイールの大きさっていうのはもう見たままかっこよさに直結する部分ですよね。一番下の S グレードは17インチのアルミホイール、 G グレードは18インチと、一番上の Z グレードは19インチのアルミホイールと、1インチずつアップするんですよね。トヨタならではのグレード設定、もう僕はこれはすごいいやらしいなっていうふうには思ってしまうんですけど、一番上の Z グレードと下の
グレード S と G、 ここで分かれるんですよね。何が変わるかというと、 S と G は8インチディスプレイオーディオ、ディスプレイオーディオなのでトヨタ純正のナビゲーションしか選べないと。でこれが6スピーカーらしいですね。この8インチっていうのが非常にいやらしいですよね。で一番上の Z グレードだと 12.3 インチなんですよ。一気にめちゃくちゃ大きくなるんですけど、 T コネクト SD ナビと、はい、JBL の Q スピーカーですか、プレミアムサウンド、音楽こだわってる人はまあ重要視するのかもしれないですけど、個人的にはこの 12.3 インチのナビゲーションと下と真ん中のグレード、この8インチのナビゲーションの差、8インチじゃなくて9インチのナビゲーションだったら、まあ、S グレードはまあいろいろついてないものも多いので、まあ、G グレードでも耐えられると思うんですけど、この8インチってギリギリ耐えられない気がするんですよ。9インチだったら納得できたかと思うんですけど、ここいやらしい設定だなと思うんですよ。これ開発した人はどう考えてるかわからないですけど、ギリギリ精神的に耐えられない、モニターサイズにしてるんじゃないかなと。上のグレード選ばれるように、っていうのもカローラツーリングが飾ってあったんですね。で9インチのディスプレイオーディオ、カローラツーリングにもついてるわけですよ。ハリアほどの車がカローラよりも小さいサイズのナビゲーションって考えると選べないなと思って、一番下の S グレード G グレード購入される方はこの8インチのナビゲーション耐えられないだろう思うんですよね。だからもうハリアは Z グレードしかないんじゃないかなと思います、このナビゲーションの時点で。まあ、値段はめちゃくちゃ高くなりますけどね。これが社外製のナビを選べるんであればもう G グレード全然いいんですけども、今回から選べないですから、まあどうせ買うなら Z グレードという風な誘導してるんじゃないかなと個人的には思います。でまあこれが基本設定なんですよね。さらに、追加の金額かかるオプションあります。それが何かというと、まずハイブリッド車です。ハイブリッド車、はい、こちらも全部ガソリン車の値段なんですよね。でハイブリッド車ももちろんトヨタのハリアですから選ぶことができます。これはプラス60万円と思ってくださいということなんですよ。まあこれも毎回申し上げてることなんですけど、あの走行性能もそれほど変わらないというか、変わらないどころか別にそこまで良くないというか、営業さんのお話だと、まあ、正直ガソリン車の方がいいですよっていう話だったんですね。まあハイブリッドよりかはもうガソリン車の方が圧倒的に売れてますし、ハイブリッド車の電池は100キロ以上あるらしいんですよ。まあそれから燃費性能でその60万円分取り戻すとなると、年間3万から4万キロを乗って7、8年かかるっていう計算になると、走行性能もそれほど上がらなくて、まあ金額的にも結構もったいないことになっちゃうんだったらガソリン車の方がいいですよと。で実際ガソリン車の方が売れてますっていうことでした。まあ、ハイブリッドはプラス60万円。さらに 4WD の設定もあるんですよね。まあ SUV だからといったハリアーは街乗りに特化したような車なので、まあ基本 2WD なんですよ。で 4WD にするとなると、まあプラス20万円と思ってくださいと。これに関しても営業さん曰く、まあ 2WD で十分と。もう街中を走るぐらいであればもう 2WD でもものすごいもう走行性能問題ない TNG プラットフォームになって、非常に素晴らしい走行性能になったので、まあ 4WD もいらないでしょうというお話はされてました。まあもちろんその住んでる地域とか走り方によっても変わってくるとは思いますと。でそれから、はい、このハリアの簡易カタログのページを見ると、もうめちゃくちゃかっこいいレザーシートなんですよね。見てくださいこれ、超豪華超高級車。そうです、レザーパッケージというオプションがあります。レザーパッケージに関しては G グレードと Z グレードしかないんですよね。一番下の S グレードはレザーにはできないです。真ん中の G か Z グレードにはレザーパッケージですね。でこれがプラス30万円ですね。でまあプラス30万円でシートが本革シートになるっていうだけじゃなくて、その他にもついてきます。まず前席本革シートで、それから1列目シート、シートメモリで、それからパワーシートで、さらにはシートヒーターもつく。これだけじゃない、さらにはベンチレーションもつきますよと。送風ですね、暑い時の。これらの機能が全部ついてプラス30万円ということなんですよ、レザーパッケージ。はい、でまあその他細かい点を言っていくと、あとムーンルーフのオプションもあるらしいですね。これが 19.8 万円
っていうことでしたね。プラスムーンルーフつけるとなると、今回のハリアのムーンルーフはこのガラス自体は開かないムーンルーフになってますよっていうお話でございました。っていうことで、まあこれが大体の価格設定になるんですけど、まあこれ Z グレードしかないだろうと思うんですよね。一番上ので、納期ものすごい長いみたいです。コロナの影響でもう今車業界、まあ車業界だけじゃないですけど、あらゆる業界がもうものすごいピンチに陥ってる中、このトヨタのハリア、いやハリアだけじゃないって言ってましたね。トヨタ車はまあダメージあんまないって言ってました。日産は7000億円近い赤字だったり、スバルとかマツダとかなんか工場を停止したりとかいろいろニュースやってますけど、まあ営業さんのお話だとトヨタ、まあその店舗に限ったお話なのかもしれないですけど、いやコロナの影響あんまなかったですねって言ってましたね。まあハリアに至ってはもうとんでもないことになってると。通常の S、G、Z グレード、これらのグレード今頼んでも納期10月以降になるそうです。もっと大人気のこれ G と Z のこのレザーパッケージ、本革シートのこの設定を選ぶと、なんともう年末ですよ。これものすごい人気だそうです。もうすでに予約が殺到しすぎてしまっていて、もう納期見れないぐらいだとおっしゃってました。ものすごい人気、うなずけますよね。それもだってこんなかっこいいんですもん。もう待ちに待った新型ハリアーということで殺到しているっていうお話ですよ。次、旧型と新型の変更点、どんなところが進化したのか。旧ハリアー、それから新ハリアーですね。旧ハリアーから新ハリアー、まずなんといってもこれですよね。 TNGA、 トヨタニューグローバルアーキテクチャのプラットフォーム、パワーユニットを含むっていうことらしいんですけど、まあここがとにかく大きいと。シャシーの部分、それからエンジンなんかのパワーユニットの部分も確かそうだと思うんですけど、まあこれらが新型のハリアーになって一新されたっていうことなんですよ。これがものすごい大きなことで、走行性能に直結する部分なんですよね。なんとこの TNGA プラットフォームになったことによって 1.7 倍とおっしゃってましたね。合成めっちゃくちゃ強い車になったっていうことなんですよ。でこの合成を得られたことによって走行性能にも大きく影響してきてるんじゃないかと。まだ営業さんも実際の車見たことも乗ったこともないということなんですけど、おそらくとんでもない走行性能に生まれ変わってるんじゃないかというふうにおっしゃってましたね。で安全機能の面もすごいパワーアップしてるんですよ。まず自動ブレーキサポートですね。カメラ機能がパワーアップしたので、夜の歩行者を認識するようになったのと、あと昼間ですね、自転車も認識するようになったということなんですよね。でもそれだけじゃないです。さらにステアリングアシスト、自動車専用道路、高速道路なんかでハンドルを握ってるだけで車線を読み取って自動で動かしてくれるんですよ。この機能もさらに追加されました。はい、これだけじゃないです。ロードサインアシスト、これは標識認識ですよね。これも追加されたと。クルーズコントロールもパワーアップしたんですね。これがなんと 0km から 180km まで対応したということで、時速 180km どこで出すんだっていう話にはなると思うんですけど、まあ、高速域でもクルーズコントロールしっかり対応するようになりましたよっていうことみたいです。はい、これらがまあ性能プラス安全面での進化した部分ですかみたいです。でこれ価格もすごいことになってるんだよということなんですよ。価格、現在の車というのは安全機能だったり、まあ、物価の高騰だったり、まあ、いろんな面で新型車出るとプラス20から30万円ぐらい高額になるっていうのが、まあ、普通みたいなんですよね。まあ、どこのメーカーの車を見ても新しい新型車っていうのは旧型車と比べて値段が高くなる。だけどもトヨタのハリアに関しては違いますよ。しかし…です。トヨタのハリアに関してはなんと旧と新、これ価格がほぼ据え置きなんですよ。ほんとかいなと。型のハリアのカタログで価格見てみますね。一番下のグレードエレガンスで300万円、まあ新しい車で言ったら S グレードになるわけですけど、これ300万円ぐらいですよね。もう安くなってるぐらいですもんね。で真ん中のグレードプレミアムグレードは330万円、まあちょっと高くなってますけどほとんど変わらないですよ。339万円。で一番上のプログレスグレードが385万円ってなってますけど、はい、新型のハリア393万円でそれほど大きく変わってないんですよね。多少高くなってるかもしれないですけど、でも値段据え置きって言ってましたね。値段据え置きって
は言い過ぎか、でも。まあ、でも8万円ぐらいか。まあ、値段据え置きと営業さんは言ってました。にもかかわらずですよ。値段がほとんど変わってないのにもかかわらず、旧型車と比べて、先ほど申し上げた性能や安全面がパワーアップするんですよ。それでいて、ディスプレイオーディオ、ナビゲーションは標準装備なわけですよ。真ん中の G グレード以上であれば、デジタルインナーミラーがついてて、しかも前後、録画機能付きのドライブレコーダーの機能ついちゃってますから。総合的に考えると、値段めちゃくちゃ新型安いんだよ、というふうにおっしゃっておりました。はい。ということでですね、まあ、今回は、こんな感じですね。期間が空いてるのでかなり今リハビリのような状態なんですけど、これうまくまとめられるのだろうか。で、肝心の見積もり見てもらいましょうか。じゃがじゃーんと個人情報の部分全部切り取っちゃったんですけど、で、いただいた見積もりは一番人気の一番上のグレード、一番人気らしいです。それもレザーパッケージと、まあ、一番高いグレードですよ。まあ、だけど 2WD の、 あのガソリン車です。ハイブリッドは選ばなかったです。まあ、4WD にしてハイブリッドにするとプラス80万円になっちゃうので、まあかなり相当高くなってしまうと。まあハリア一番上の Z グレードレザーパッケージ、これが 2000cc なんですね。排気量意外と小さいですよね。で、本体の基本価格が423万円と。で、おすすめのオプションつけてもらってるんですけど、車体色のホワイトパールクリスタルシャイン、それからパノラマミックビューモニターもつけてもらってますね。6500円。あ、このパノラマミックビューモニターに関しては一番上の Z グレードじゃないとつけられないとおっしゃってたかもしれないです。まあ、フロアマットとかこのグラスシーラントはガラスコーティング、これがまあ71500円ですけど、サイドバイザーが35200円と。まあそういうことで、メーカーオプションと付属品合わせて22、3万円ぐらいかかってますね。で、はい、この下の方を見ていくと、メンテナンスパック、これ5年間だったかな、オイル交換とか、まあ、車検、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えですけど、車検の費用まで入ってる。で、それから保証が尽くしプラン2年間の延長保証で、合計金額が485万6650円なんですけど、まあここら辺のメンテナンスパック、12万円のメンテナンスパックとか、グラスシーランとガラスコーティング外したいって申し上げたんですけど、そうするとやっぱり値引きがなくなる、0円になっちゃうよということだったんですよね。まあこれらを入れて値引き額、まあ大体10万円ぐらいいけるんじゃないかななんていうお話でした。まあ場合によっては残クレ組まないとダメかもしれないということでしたね。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じですかね。まあ、本ちゃんの方はちょっといつになるかわからないです。ほんと大変申し訳ないんですけど、体調のがあんまりなんですよね。なんなの、本当にもうびっくりしてるんですけど、自分でも。すいません。まあ、そんなこんなでですね、またやらせていただければなと思います。これはもうサブの方にアップさせていただければと思います。では。